それとな、あとヒップホップっちゅう音楽かな。まあ、貧乏人が聞くわけがないね。聞くわけがないね。それはその前の、あの、ファンクミュージックすらそう。あれは都会に出て、金は持ったけど、差別が続いている黒人が開発した音楽や。ヒップホップも、ファンクミュージックも、その前のソウルミュージックも、リズム&ブルースも、ジャズも、ブルースもそうやね。都会に出てちょっと金は持ったけど、まだ差別が続いてる。ギターは買えるようになった。おもんないから、貧乏で、まあまあ貧乏で。で、それ言うとも、白人にも貧乏おるもん。レッドネックって呼ばれる人たち。まあ、ドナルド・トランプ支持者な。今で言えば。白人の中でも階級があるからやんか。な。で、ヒップホップっていうのをやってた黒人っていうのは、それはもう金になるからやんか。上流階級のアホどもが、バーで聞きたがるから、稼げるからやってるだけやん。それファンクミュージックは、ちょっとちゃうけど。なんでかって歌詞がちゃうやん。ちゃんと聞き取れますし。ね。まあ、ミネアポリス、界隈でもそういった話。な。そこにはファンクミュージックの伝道があるはずやん。ね。で、その前やったら、リズム&ブルースもそう。有名なオーティス・レディングとかな。サム・クックとかな。何をしたかもっとちゃんとみんな調べなさい。ね。ブルースもそうや。ジャズもそうや。でも、まず基本金になること。ほんまやったら、黒人の人たちじゃガスペルとか好きやろ。な。なんでって教会行って、説教聞いて、チャラチャラしながら聞きながらちょっと小金持ったら。な。上流階級の黒人はチャラチャラしおるわ。な。ほんまやで。それはどこでもそうや。何民族でもそうや。なりきんはチャラチャラしよる。何民族でもな。せやけど、とにかく踊れない意味ないし、第一黒人やとまず頭しゃっきりせなあかんないと。ほんで、体動かさなあかんないって。運動神経含めるな、まず第一。稼げんと、稼ぐぞ。まず稼ぐぞ。当たり前やけど。音楽やるんやったら、まず稼ぐぞが先にあんねん。で、どの音楽が稼げんのかなって、マーケティングしようね。で、スノッピーなアホどもが聞く音楽、稼げるで。ほな、教えてって。稼ぐ気あるかと。おぉって。で、仕込んでもらう、ね、師匠に。それの、現代ではそれがヒップホップやんか、アメリカの。な？そんな別に好き好んで聞いてへんね、黒人は。それだってもっとちゃんと、しゃっきりした音楽聞いてるわ。ただ、カントリーじゃないだけやんか。当たり前けど。ちゃんとしゃっきりできる音楽ありますよ、黒人音楽にも。ん？スカートする音楽あんねん。サムクックでもスカートじゃんなんの。聞いたら、今でも聞いたらスカートじゃんなんなの。歌詞も聞いてみるよ、ちゃんと。な？オーティス・レディングは聞き取りにくいようにわざと歌っとってん。すげえこと歌ってんねん。聞き取りにくく歌う必要があったよ、あの時代。な？そんな成果をな、舐めたことに使うなよ、お前ら。な。まあ、ナンパの道具に使うの結構やけど。お前らの反抗の象徴ではないわ、ヒップホップは。借り物の奴らね。借り物の奴らね。借り物の奴らね。